吉田さん、確かに私たちの関係結構うまくいってるんじゃないかなと思います。前回300万円をね、こう生銭を出したお話をしましたけども、そのお金はとりあえず銀行に入金しました。銀行に入金した時の動画をこの動画の最後の方につけときますけども、300万円を入金するのに3分ぐらいかかるんですよね。で、以前私は1億円のね、通帳記入をしたことがあったんですけども、15分ほどかかったのかな、もうちょっとかかったかな、ちょっと忘れましたけども、まあなんせね、10分以上かかったんですよ。で、通帳が2冊出てきました。通帳記帳がずーっと続いて、ガチャ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 ってね、記入がずっと長かったんですよ。で、ずーっと待つだけなんですよ、その間。で、隣にいる ATM の人が5人ぐらい入れ替わりましたからね、お客さんが。だから私一人がね、何もせずに独占する状態みたいな感じでした。通帳記入だけですよ。記入だけ。で、今回は、現金を入れながらなんで、現金入れたりとか数えてもらう手間がかかるじゃないですか。だから300万でもう3分ちょっとかかったんですけども、1億円は売上をただね、通帳にベーベーベーって印刷するだけですからね。札数える手間がないんで、その分だけ早いかなと思ったんですけども、それでもやっぱりね、10分以上かかるんですね。はい。1億円の記入の動画はどっかにありますんで、勝手に探してくださいと。今回動画の最後には300万円の入金をした時の、その画像を載っけてますんでね。吉谷さん以外はご覧になっていただければと思います。さあ、それでね、吉谷さんと私の関係ですけども、これはね、お互いに自立独立している人の協力という感じですよね。だから契約書もいらないし、なんかペナルティもいらないし、だからといってね、お互いに負けず嫌いなんで、なんとなく空気感っていうかね、約束事っていうかね、お互いに課したミッションっていうのは絶対やりますよね。そこには約束を守るとかね、破ったから追及ってのもないんですけども、破られてないんじゃないかなと思います。うん。してない約束すら破らないというね、この面白さがあります。主に契約書っていうのは、相手を信用してないから書面で罰則によって縛ってるだけですから、最も信用が置けないのが契約書があるっていうことじゃないかなと思うんですよ。よくね、契約書があるから大丈夫っていう人がいますけども、認識は甘いですよね。契約書っていうのは、約束を破る可能性があるから、そこに書面捺印するんでしょ。だから信頼関係がない人にとって、契約書っていうのは拠り所なんですよ。だから騙されるんですよ。で、私はね、以前ね、広島市内にいる時に、セミナーをよくやることがあったんですけども、あとね、合宿セミナーっていうのもやったことがあったんですよ。その合宿セミナーで、だいたいね、3日とか1週間とか泊まりがけてやるんですけども、もう私の、まあ、弟子の中でも成績がいいやつと2人でコンビでね、やるんですけども、その時にね、まあ、飲み会とかバーって夜やるわけですよ。で、徹底的に、うん、まあ、私ともお酒飲んでた時期だったんで、お酒を飲んでね、私の、もう一人の、講師、弟子がですね、まあ、講師役をめ、任してる弟子が、酔いつぶれて次の日ね、起きてこなかったんですよ。でも、全く、困ることなく、その、合宿ってのはね、終わったんですよ。評判も別に悪くなかったです。どういうことかっていうと、まあ、所詮ね、その弟子が、急にそうやって潰れたりとかね、急に出てこれなくなったところで、自立独立してる私がいるんで、じゃあそいつがやりそうな講義をやるわけですよ。で、満足度が高いわけなんですよね。だから、お互いに必要とされる関係ってのはね、うん、とってもいいことだと思うんですけども、逆にですね、依存がそこに入っちゃうと、誰かが来ないと、パートナーが来ないとできないっていう状態になっちゃうんですよね。で、私の場合は、例えばね、億万長者合宿これからやるとしてね、お互いどっちかが、ポカで、億万長者合宿のカリキュラムに出てこれませんでした。講師ができませんでしたってことになっても、一人で終わることができますよ、お互いにね。だからまあ安心というかね。特に契約書もいらないし、売上の安分に関しましても全く約束いらないんですよね。まあそれこそね、セミナーをやったからちょっと金くれよみたいな話題で揉めることはないですよね。そもそも私、吉谷さんと一緒に、億万長者合宿とかね、やりましたけども、ギャラもらってないですからね。ただ、ギャラは自分で稼ぐもんだと思ってますんで、億万長者合宿という場所を借りて、私は私で勝手に売り上げ立てさせてもらいましたけどもね。まあ、そういうもんじゃないですか、だから。もう、お互いに一人で何でもかんでもできる。そういった、まあ、人がね、何人集まっても、何人かけても大丈夫みたいな。誰も来なかったらさすがにできませんけども。まあそういういい関係じゃないかなと思います。吉谷さんも言われてたように、私もね、もうこの年ですけども、吉谷さんほどのパートナーには出会えることはもうないでしょうね。
で、出会いたいとも思ってないですけどもね、もう本当に、なんかその道を生きる自分としてね、たった一人そういう人が見つかれば十分だと。まさにネオヒルズ以上の、この出会いに価値があると思いますよね。だから、一人でも多くの人に、そういった出会いに対して、まあ、喜びというかね、感動を知ってほしいなという気持ちはありますね。そういう意味では、一人でやるもんじゃないんですよ、ビジネスって。一人でやるんですけども、独立して自立して一人でやるもんなんですけども、けどなんかね、独立して自立してる人は自分だけじゃないんだっていう風な、そういう人を見つけるのも、その旅のね、ビジネスという旅の貴重な体験だと思います。多くの方はそういう人見つからないと思いますんで。独立自立してる人なんて本当見つけるの難しいですよ。瞬間的にそういうことをなってる人はいると思いますけども、まあ、ずるい人とかね、悪い人とかになっちゃいますからね。はい、ということではね、入金するその画面をこの後ご覧いただけると思います。どうぞ。はい、300万円、入金完了。